今日は子供夏祭りにやってきました。私も楽しんでいきたいと思います。古市場文化センター、毎年恒例の子供が主役のイベント、子供夏祭り。近隣の企業や文化センターで行われている講座、教室などによるさまざまなプログラムが楽しめる催しです。私もどれかに参加してみようと選んだのは、はい、はい、せーの、お、あ、そんなにうまくはいきませんよねえ、ちょっと待ってください。お、けん玉ほぼ初体験なので最初からうまくはいきませんよね。そんな私が受けたアドバイスは、玉を振って手でキャッチするイメージでやること。そして技をやる前、玉が動いていたり回っていたりしないよう安定させてからやることです。この後もう少し難しい中皿もできました。嬉しい、練習してできた感覚っていいですね。子どもたちもけん玉に夢中になっていました。うちわに書道、おお、うちわを作るってことですか。そうなんです。気づいていただけました。ありがとうございます。できました。どうですか？コートアイドスクエアで、いつもライトの色が青なので、ハートの中は青で塗ってみました。自分で書いた文字が入ったオリジナルうちわ、参加した子どもたちはその出来栄えに大満足といった感じでした。その他にも会場ではいろいろな体験ができ、参加した子どもたちで大いに賑わっていました。何を今作ってきましたか。ゴムのブレスレット。ゴムのブレスレット作ってみてどうでしたか。楽しかった。おー、よかったね。皆さん今何を作ったんですか。泥団子。すごいツルツルだね。どうやって作ったんですか。プリンのカップで磨いて、うん、へー、磨いたらこうなるの。ちょっと触ってみてもいい。あ、本当にツルツルです。すごい、すごいね。上手にできましたか。はい。みんなの笑顔がかわいい光る泥団子作りの体験ができた西伊豆にある松崎町の皆さんは、駄菓子屋さんのような物産店も出店。懐かしさのあまり9時に挑戦しました。これ良くないですか、びっくりマーク、ね、なんかびっくりするのが入ってそうなんで、ちょっといいですかこれ。え、あ、こういうことですか。え、こんないいんですか。え、結構硬っ、痛いんですけど、硬っ。おー、行きました。え、なんだろう、あ、なんだろうこれは。待って待って、かわいい、なんですかこれは。アニマルか、ゾウさんが、かわいい。ちょっと子どもの頃の楽しい気持ちを思い出しました。
こちらには子どもたちの願い事が書かれた短冊がたくさん並んでるんですけれども、大きくなったら僕のままがいい。いいですね。なんかお友達がいっぱいできますように、大谷選手みたいになりたい。いいですね。大活躍ですもんね。みんなの願い事を見ていてとっても癒されました。私も願い事を書いてみました。できました。夏バテせずに美味しいご飯をたくさん食べられますように。いや、今日は本当に懐かしい駄菓子に出会えたり、子どもたちの夢に触れたり、いろんな体験ができてとっても楽しかったです。ちょっと子どもの頃に戻ったような気分で楽しめました。いや楽しかった。